私、ボイスアップラボという、京都にある会社の役員をしておりまして、ソフトウェアエンジニアをやっております。で、今回 AI 動物日記という、LINE の、アプリを作りましたので、それを発表させていただきます。先ほど、ようかんくんの話がちょうど、布石になってます。聞きながら、ああ、いいベース作ってくれたなと思ってまして、いい感じで、ようかんくんの話をベースにちょっと聞いていただけると、意外と、なるほど、これが具体例かって思っていただけるかと思います。はい、AI 動物日記とはと。これ、LINE の QR コードなんで読んでいただければ、どういうアプリか確認いただけるかと思います。まあ、LINE 上で公式アカウント、LINE の公式アカウントのアプリなんですけれども、生成 AI を使って日記を描く LINE アプリです。ステップは簡単で、LINE 公式アカウントでお友達になる。リッチメニューから日記を書くを開く。今日の出来事を短く記入する。で、日記を書くボタンを押す。数秒後に絵日記が完成する。で、絵日記を保存していくという機能があるというだけのアプリですね。で、まあ、これ、なぜ、作りたかったかって言いますと、日記生成例ですね。が、まあ、こんな感じですね。例えば、京都に紅葉に見に行ってきたっていう短文を打ち込むと、上のような猫の、京都に行ってきたような絵ができたりとか、海辺の花火大会に行ってきたって書くと、上のライオンが花火大会本当に行ってるような絵が生成されて一つの画像として出力されますと。まあなんか毎日か一言入れるだけで絵日記ができて保存できて、ちょっと自分の写真とは違う、まあ自分の記憶の残し方の楽しみ方ができるのかなっていうところです。はい。で、これを作ったモチベーションっていうのは何かなって言いますと、生成 AI 二大柱がまあテキスト生成 AI と画像生成 AI ですよね。で、まあ、それを組み合わせた。もう、両方とも、突っ込んで、作りたい、サービスを作りたいっていうのが一つモチベーションがあったと。で、テキスト生成 AI も画像生成 AI も意外とプロンプトエンジニアリングがそこそこ、まだちょっと慣れてないと難しいところがあると思うんです。で、そこを、世代問わず、幅広いユーザーがより身近に生成 AI を楽しめるように、まあ一言二言入れてでも何か結果がわかるというようなサービスを作って、まあいろんな人が生成 AI を身近に感じられるようなアプリを作りたかった。で、もう一つ別の観点なんですけれども、ただ画像生成 AI って著作権問題とかセンシティブな画像な問題がまあなかなか怖い。まだまだちょっと怖いところがあるので、もう人間とか、キャラクターデザインとかできるだけ排除して、もう動物に絞ったっていうのがこの AI 動物日記と、あえて動物が入っている理由になる。で、その3つ、下3つはこれは作り方というかなんですけれども、LINE アプリ、まあサービスすぐに作りやすいですよね。ネイティブアプリ、iOS とか Android とか作るのに比べると、LINE の公式アカウント上で Web 技術で作れるっていうところと、あと LINE アプリなら拡散させやすい。いわゆる簡単に言うとインストールいらずっていうところだと便利ですよね。で、あとは LINE アプリへのビジネスを研究したいという下心があったと。これ、ようかんくんのまさにさっきおっしゃったところ。これ、多分伸びていくと思ってるんです。で、この伸びていくところをちょっとしっかりと研究していきたいなっていうのがあって一旦作ってみたと。で、システムどうなってますかと。チャット GTP、まあ、生成、テキスト生成ですね。で、ステーブルディフュージョン。で、もう一つ、DALL-E 3。これ画像生成 AI ですね。で、バックエンド Firebase で、フロントエンドが LINE API。本来ならこういうの図で書くんでしょうけど、文章で話しますので、しっかり頭で想像しながら、なるほどねって思ってください。LINE 公式アカウントから GIF にて自動ユーザー登録してログインします。で、まあその時に LINE ログイン Firebase オーセンティケーションを使ってますと。で、テキストをサーバーに投げる。まあ短いテキストを書いて、サーバーに投げたら、サーバーで受け取る側は、Firebase Functions ですよね、と。で、受け取ったデータを、ChatGPT が解析しますと。ああ、なるほど、なるほど、と。で、ChatGPT がさらにその解析したデータを元にして、生成画像用のプロンプトを作りますと。で、そのプロンプトを、作ったものを、Stable Diffusion、もしくは DALL-E 3に投げます。そしたら、Stable Diffusion DALL-E 3が画像を返してきてくれるので、それを、Firestore に保存して、IF 画面に反映します。最後に LINE メッセージング API でできましたよという通知があるという流れです。どうでしょう？想像できましたかね？結構簡単だと思います。ただなんかちょっとこれだけだと難しいかなと思うので、一応
せっかく生成 AI のイベントなんで、生成してみました。こんな感じだと思います。だいたい結構いけてるかなと思うんですよね。真ん中がチャット DJPT で、DJPT の上に AIOOFFR アカウントがあって、まあ、だいたい結構流れ添えてますよね。終えてますよね、皆さん。かなり成功な図だと思います。すいません。申し訳ございません。体調悪くて図が描けませんでした。はい。で、システムの話はここまでにしておきまして、稼ぐことから逃げない。エンジニアっていうのは作ってしまうと、そこで一旦、満足します。もう十分満足しちゃうんですけれども、やっぱり運用コストかかるんですよね。サーバー利用料、当たり前ですけれども、あと API 利用料、チャット GTP。まあ、今、イエローで書いて、LINE している GTP4、あと DALL-E3 あたり、ちょっと高め。ちょっと API 利用料高めなんですね。ステーブルディフュージョン意外と安く使えます。で、まあ、あと、サービスローンチしたからってほっとくわけにもいかないんで、まあ、ユーザーの問い合わせとかなんとかあるんで、カスタマーサポートと、まあ、なんか無償労働発生するんで、まあ、運用コストが、まあ、どうしてもかかって、まあ、ペイしなければもうサービスは継続できない。ただ、まあ、稼ぐことからは逃げてはいけないなと。ということで、収益を得る方法。先ほど、ようかんくんがおっしゃった内容、結構踏まえてるかなと思うんですけども、一つはサブスクモデルですよね。まあ、独自決済するならストライプとか、で、クレジットカードで登録してもらって決済を落としていくか、あとはさっきの LINE 公式のメンバーシップが出ましたと。このメンバーシップ。これもサブスクモデルの一つだと。で、広告モデルとしては、まあ、画面内にアドネットワーク広告載せる。Google 広告ですよね。まあ、載せるか、あとは LINE 公式のトークルーム広告。さっき行官君がおっしゃったものを載せる。あとは EC モデル、アフィリエイトとか物販とか、まあこれぐらい LINE のアプリの中で収入を得る方法はこのあたりになってくるかなと思います。で、じゃあ AI 動物日記はどの方向性に舵を切ったかって言いますと、LINE メンバーシップを導入しましたと。LINE メンバーシップとはってちゃんと書いたんですけれども、先ほど羊羹くんが説明しました。先ほどの説明で皆さん LINE のメンバーシップちゃんと理解してますよね。大丈夫ですかね。で、だったらもう一度言っておきますね。LINE 公式アカウントの友達が月額課金。公式アカウントの友達が月額課金することで、メンバーだけにメッセージを送ったり、特典を提供することができる機能ですと。お金を払った人だけにメッセージを送ったり、特典を提供できるサービスですと。OK ですね。はい。このメンバーシップを、AI 動物日記は導入したと。で、ストライプと違ってカード入力、情報入力いらない。これ大きいんですよね。ストライプで課金システム作っちゃうとどうしてもクレジットカードが必要で、ユーザーがカード決済ボタンを押して、その後カード入力してってなると、もう一気に多分脱落率が上がると思うので、それがボタン一つで、シームレスな課金ができるというのは非常に大きい。で、あとは金額が月額400円から15,400円まで設定可能と。まあ安いところから高いところまで意外と設定可能かなと。で、先ほど羊羹君おっしゃったメッセージング API のメンバーシップ情報を取得するためのエンドポイントが追加されましたよと。これによってシステムインテグレートが可能になりました。これまでは非常に使いづらかったんですけども、この発表によって可能になりました。まあ、ただ注意書きで今落ちてます。ところですね。で、AI 動物日記はこれを、導入しましたと。で、こんなプランにしてみました。皆さんどうでしょうか？こっち、メンバーシップのリンクを押すと、あんな画面が出ます。AI 動物日記プレミアムってああいう画面が出て、それ加入するっていうボタンを押すと、もうそれ押すだけでいけてしまいます。400円っていうプラン。で、月額400円で、DALL-E3 の利用を可能にして、で、ステーブルディフュージョンだけは API 利用料安いので無料にしましたと。で、1日の生成回数は無料は5回にして、有料会員は生成20回までにしました。で、トークルーム広告は基本表示なんですけども、有料会員のみ非表示。という、こういうパッケージを400円考えてみましたと。どうですかね？高いですかね？安いですかね？どんな感じでしょうかね。ね。高くね。高いですよね、ちょっとね。でも、メンバーシップ使うともう400円未満にはできないんですよ。もうこれもう仕方がない。仕方がないんですけれども、ま、
ただまあ僕の感想は高いと思うんですけども、ちょっと先生に聞いてみたんですよね。先生に聞いてみると、月額400円という価格設定は魅力的なオファーである可能性があります。で、バーッと飛ばしまして、これらの特典を考えると、月額400円はサービス利用頻度や個人の価値観によって合理的または魅力的な価格となり得ますと。BP さん優しいなーっていう。僕はこれちょっとまだ納得いってないんですけど、チャット GPT さんは400円でも大丈夫だよって、背中を押してくれてますというところです。で、正直メンバーシップ導入してからまだ間もないです。1ヶ月も経ってなくて、正直あんまり成果出てない状態です。で、ちょっと皆さんにまだこういう感じですっていう、発表ができる状態にはありません。で、ちょっとこれからの推移を注視していきたいなっていう思ってますというところでして、で、個人的にはサービスとして月額400円は少し高い感覚がある。まあ、自分の納得感としてですね。あるので、よりユーザーの満足度の高い生成 AI を使った LINE 絵日記アプリに育てていくっていうところをやっていきたいなと思ってますと。なので、今後、課金結果やアプリの進展などは、まあ、随時、これどうなったっていうのは発表できたらいいなと思ってますと。あとはこの400円で満足度が高いこれをアプリにするとしたらどういうものがあるかあったらいいのかっていうのは皆さんのアイデア募集中ですのでよろしくお願いしますというところでご清聴ありがとうございました。